はいどうもごまみりですいやーなんかねまあご覧のありさまなんだけどさあのなんかみんな勘違いしとるみんなとてもとても勘違いしとるうん俺は別に台場が嫌られ台場を叩いてるわけじゃないうん <laughs> うん別に台場をねなんか親の敵かのように行くんでねあのもうやることねすることなす,なすことすべてに対してなんか噛みつくみたいなうん そういう勘違いをしとる人がね、結構おるんだけどさ、なわけねえだろ、バーかって思うよね。<laughs> うん。別に台話のことは好きじゃないけどさ、嫌いでもないしさ。うん。まあなんかこうやってね、釣り関係で、なんか変なこと、面白いことをやってくれるからこそ、それがネタとしてね、まあこうやって喋る。ね。まあ週5回。まあま,まあまあ、食事中台話ってわけでもないけど、 ね、基本的に、そんな俺なんか釣りに対して知見が広いわけじゃないから、うん。やっぱ台話はね、日夜いろんながね、変なことばっかりするからさ、まあそれはネタが増えてくるよね。うん。でね、なんかもう、なんか、なんていうかな、視野が狭くてね、なんかもう狭くなってる人がね、あの、お前は島の派で、ね、お前は島の信者で台話叩く、わけのわからん物申す系の YouTuber なんだ、とか言って言う、 あのー、やからも、少なからずおるわけよ。うん。まあ、俺の動画に低評価を押す人間のほとんどは、そういう感じなんかな。わ <laughs> からんけど。うん、ちゃんと内容を選別してね、のよしあしを押してくれとるとは、ね、信じとるけど、うん。だそういうなんか安い気持ちで、うん、まあ、見るなとは言わん。うん。見ろとも言わん。 ただ、一応、そのことだけは、頭に入れとけって話なのよね。うん。うん、台和の動画ばっか増えて、しゃあないのよ。うん。だって、だって、島の面白くないじゃん。<laughs> うん。まあまあ、良くも悪くも。ね。よう、よう言うとるけど、良くも悪くも、台和ってのは、何でもやるし、まあ、切相ないし。うん。 ねあの、なんか、パクリみたいな感じのルアーとかも、ぎょうさん出すねか。うん、開発のとこがね。まあ、あんなことやっとったら、ものづくりの心が本当に失われるぞと思いながら、なんか、生温かい目見とるけどさ。まあ、その反面、シマノ、まあ、あの、なんか、露骨にパクるぞみたいな話はないかもしれんけどね。なんか、まあ、釣りの歴史なんて長いしさ。うん。そういうわけでもないし、なんかもう、本当によくも悪くも、シマノって会社は、 面白くないから。武骨というか。<laughs> 地味というか、うん。ウェアとかでもそうやねんか。あの、シマノの服着て色鬼なんかできんねんか。<laughs> 黒と紺色と赤色だけやねんか。ね。ね。台湾 <laughs> の、台湾の服着とったらなんか色鬼だったら無敵じゃん。<laughs> ね。うん。それなんか、地味なよね。面白くないのよね。こうやってなんか、 いろんなことを面白おかしく喋る側としたら。うん。それは探せやもしかしたら、あのー、ね、島ノの面白い部分がいっぱい出てくるかもしれん。だそれこそほら、ね、前だったらツインパワーの話だとかさ、同じ技術特性、ね、技術特性が一緒でも値段が違うのはなんでやみたいな、そういう話もしたりとかさ、ね、あのー、バンフォーとかどうだとか、なんかまあ、あれは YouTuber の、 まあ YouTuber のことばかりにしょった動画だけど、まあまあまあ、それは置いといて。うん。何か勘違いしとる人ないよね、ネタがないんだよ、シマノは。面白くなさすぎて。何でもかんでも。<laughs> うん。もう、同情するなら金をくれじゃないけどさ、文句を言うならシマノのネタをくれ。<laughs> うん。なんか面白いシマノのネタをくれ。頼む。<laughs> いや、本当にそれくらい面白くないからさ。うん。それはね、 ネタも少なくなく <laughs> えだってそうでしょなんかそれこそ俺,俺がいつもね避難しとる YouTuber と一緒になるわけやねんか。ねあのリールの最新ね新しいリールやロットが発売しましたそれを片手にあのカタログスペックを読み上げるだけ生きった顔でカタログスペックを読み上げるだけのクソみたいな YouTuber と一緒になるわけやねんかそしたら。ね島野と台はを半々に動画をしたらさ。 台湾の場合はウェーってなっとくかもしれんけどさ、シモの場合は、はい、この、えー、このリールは、えー、マイクロモジュールギア2が使われていて、とか言って、巻き、巻き心地が滑らかで、とか言って。なーにが面白いやそんな動画。<laughs> もう、なんかその、面白いかどうかを決めるのは、確かに視聴者の、ね、人かもしれん。この動画を聞いとる、ね、その動画を聞いとる人かもしれん。ただ、 作る側の俺がそもそも面白くないもんをなんで俺が作らなあかんのよって。<laughs> そういうなんか生きり側でカタログスペックを読み上げる動画は、あなんて言えばいいのそういうのを見てくれ。俺は作らんから。<laughs> ていうかサイト行け。<laughs> YouTube なんか見んとサイト行け。<laughs> そんな話なのよさ。ほんとに。うん。ほんとにいいね。面白くないか、さしまのって。<laughs> ネタにしようがない。うーん。 そりゃそうでしょう。うん。どちらかといえば、島のね、あのー、ルナミス、シーバスロッドのルナミスが中国でバカ売れしてますみたいな話してもしゃらないねか。ここは日本だし。<laughs> うん、ツインパワーもちょっと売り上げが好調ですよみたいなさ。ね話してもしゃらないねか。うん。かといって他の YouTuber みたいにンプラが吸ったもんだとか言って、ね、ねちねちねち言勇気もないしさ。うん。 それに再生数も稼ごうとは思わんしさ、うん、なんか勘違いしとるんよね。やっぱそういう YouTuber がいっぱい出てきたせいで、うん、俺は風評被害、むしろ俺は被害者だ。<laughs> <laughs> <laughs> でもそうやろ、ね。むしろ被害者やろ俺。なんかそういうね、あの、しょうもない、ね、まあ、ツ、ツ、ツツツツツチューバーって言うんだったっけ、うん、なんか、わけのわからん造語みたいなのが、ね。 あるけどさそいつらがしょうもない動画を作っとるせいで俺みたいにねなんか気ままにやっとる人間まで、ね、そんな釣りチューバーみたいなことをしないんですかみたいな、うん、こと言われるわけよ。はと。<laughs> なぜなぜお前がっつって <laughs> なぜ俺が他の釣りの YouTuber と一緒のことせなあかんって。<laughs> うん 前にはこんなことも言われたよ。この時期に、釣歌の、実調の動画を上げないって YouTuber としてどうなんですかみたいな、うん。まあ、釣りチューバーか。この時期に、えー、実調の動画を上げないなんて釣りチューバーとしてどうなんですかって。知るかボケーと。<laughs> 俺は、俺は YouTuber ではない。そもそも、うん。釣りチューバーでもなければ、YouTuber ですらない、うん。だから俺の動画のジャンルはずっとブログのままでしょ。俺は釣りのブロガーない。<laughs> いわゆるなんかカテゴリーを作るんであればうん Vlog ってあるじゃんね文字じゃなくってなんか動画とかであのー、ブログを書く Vlog ね釣りの Vlogger なのよ俺はカテゴリーをカテゴライズをするならねうんそこら辺がね、うん、まあ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 何て言うのかな 俺はなんかそういう動画を作ってきた覚えはないんだけどね。なんかその視聴者にそう感じさせる動画を作ってきた覚えはないんだけどね。うん。そう、いや、こうなることは目に見えとったからさ。ら本来だったらこんな動画も作る気はなかったんうん。けどまあ、これから先、ちょっとね、じわじわと増えてくるだろうとは思うから、もう先にね、あのー、釘刺しとこうと思って。<laughs> <laughs> さっさ,さと釘刺しとこうと思って。うん。 まあまああの何、ー、な,ならこれねトップに貼りたいくらいだからね俺のチャンネルのトップに <laughs> まあまあ貼、まあ、ったところでって話だけどさ、うん、まああのまあ当分変えることはないからね今の AE のやつにまあそんな話は置いといて。うん だからね、他の YouTuber みたいに俺に憧れる必要もないし、俺もなんかみんなのね、あのみんなからちやほやされて、なんかウェイウェイ言うそんなちっちゃい人間のつもりもないから。うん、もっと肩の力抜こうぜ。<laughs> みんなして、うん。概要欄にちゃんと書いてあるのよ、うん。俺のチャンネルのね、見てない、見たことない人は見たらいいと思う。うん、俺のチャンネルのそのページの概要ってところにね。 こ動画の概要欄じゃないよ。うん。チャンネルの概要の場所。うん。そこに書いてあるのよ。うん。そんな肩肘張らんでいいって。<laughs> うん。そんななんか釣りのキャリアとかそういう超過とかさ、なんかそういうので生きるやつはおるかもしれんけどさ、生きらんでも君たちの方が上だから。<laughs> まあまあ、どっかの誰かのなんかになればいいなくらいの程度で、俺は毎日話しとるだけでね。まあもちろん自分の勉強のためでもあるからさ。うん。あとなんかこういうね、あのブログみたいなことをやって道楽としてやっとるっていう。ただそれだけの話だからさ。うん。まあ、やろうと思えばできんことはないけど、ね。そのなんていうのかな。ビジネス的に YouTube をやることって。やろうやろうとし、うん。やれんこともない。正直。だいたい何が、どういうのが、あのー、 もう分かっとくからさ、どういうのが受けて、どういうのがダメでっていうのが。うん。もうデータというか、そういうのも全部あるから、いやろうもやできるんだけど、それをやりだすと、もう、め俺もうしんどいから。<laughs> 俺、別に YouTube 専門じゃないし。うん。<laughs> うプライベートもあるしちゃ、ちゃん、ね、ちゃんと。うん。だからさ、なんだろう。<laughs> 頼むからもうちょっと落ち着いてくれ。<laughs> もっと気楽に行こうや、うん。そんな、そんなインターネット、くがインターネットごときに肩ひじゃって、くわーってなってたら、人生疲れるよ。うん、もう人生100年の時代やぜ、ほんとに。しんどいぞ <laughs>、うん。そんな感じで、えーうん。こういう話は二度うとしたくないな。うん、できれば。 それくらいは理解してくれ。<laughs> そんな感じのお話でした。